はい、楽しみガチャガチャを開けていきたいと思います。なんか最近、いや聞いてください。なんか最近ガチャガチャで、なんかお楽しみガチャガチャって今までだと100円だったんですよ。だいたい5箇所ぐらいのお店で見つけて全部100円だったのに、最近値上げするお店が増えてきて、残りあと1箇所まだ最近行ってないんですけど、それ以外でこの今回のお店は100円だったんですけど、それ以外の残りもう1個あるんですけど、それを残して後のお店が全部200円に値上げされてて、はぁ、なんかお楽しみガチャガチャはこう100円でなんかちょっと楽しめるみたいな感じだったのに、最近は200円とかになると、もともと200円の200円の普通のガチャガチャとかできちゃう値段でお楽しみガチャガチャで、そしたらリラックマとかのガチャガチャも200円で売ってたりするので、そうすると普通のガチャガチャ買った方が欲しいのが当たるっていうか、欲しいのが出るので、お楽しみガチャガチャじゃないじゃないかと、なんかよくわかんなかった。まあとりあえず、そのあともう一箇所行ってないところがあるんですけど、最近それ以外のお店が値上げばっかりしちゃって、ちょっと残る今回のお店が値上げしちゃったらちょっと不安というか、先行き不安ですね。いや、なんか最近はガチャガチャのクオリティが上がって、ガチャガチャ自体が値上げしてるというか高いのがありますよね。開かないな。開かなすぎてちょっと喋りが多くなっちゃってるんですけど、いや、開かない。ちょっと待って。あ、両手で開けてやっと開きました。うん、ワンピースですね。うん、可愛い女の子。ロビンちゃんじゃなくて、新しく入ってきた海軍だかなんだかのやつだっけ。あれ違った。ロビンちゃん。合ってた。ニコロビンちゃん。ニコちゃん。このニコロビンちゃんの幼少期のやつが好きでした。幼少期のお話。うん。すごく出来がいい気がします。これは、ラインナップが、モンキー・D・ルフィ、ブルック・ウソップ、ゾロ、ニッコ・ロビン。はい。で、次に出たのがこれかな？あれ？こっちかな？まあいいや、開けてきまーす。いて。まずはラインナップから。花咲くいろは。ボンボリバーシブルフレート。ボンボリバーシブル。女の子。松前。あ、なんて読むかわかんないな。松前さん。つる、あ、これも読めない。はい。こんな感じの、なんて、読むのかわからない。わぁ、みんな難しい名前だなぁ。うん。全部女の子のラインナップですね。で、これ、あれ？
人が映ってるわけじゃないんですね。あれ？ああ、これだ。この、なんだ。記憶層看板。記憶層看板？ちょっと読み方わかんないんですけど。これ、これ人じゃない看板が出ました。はい。で、ラスト。開かないですね。最近の。ガチャガチャが。開かない。はい。仮面ライダーフォーゼ、大集合スイング2。ほう。二昔ぐらい前の仮面ライダーですかね。仮面ライダーフォーゼマグネットステイツ、仮面ライダーフォーゼベースステイツ、ジャイアントフットジャイローム、仮面ライダーフォーゼベースステイツクローボードーム、仮面ライダーメテオストームレオソディアーツ、キサラギ源太郎、風代美優の、これは、お、スノーボードに乗ってる。すごいね。仮面ライダーもスノボとかするんですかね。うん。仮面ライダーポーズ、ベースステイツ、クローボードオン。ほう。すごいですね。あ、時期的に冬なんでね、ちょっと、こうスノーボードとか、季節的に合いますね。でも一番良かったのはこれですね。うん。ロビンちゃん。ニコちゃん。はい。というわけで、今回の楽しみガチャガチャの内容はこちらでした。ちょっと100円のお楽しみガチャガチャが残ってるところが値上げされないことを願いつつおしまい。